テレボブリ公国とは、中世ルーシにおいて、テレボブリを首都として成立した政権である。1092年に、ボルイーニ公国から、分離、独立したが、1141年から、ガーリチ公国、1199年から、ガーリチ・ボルイーニ公国に属した。テレボブリ公国は、原ハルイチーナー地方の南西から、ポジイリャ、ブコビナにかけての地域を領有していた。 TZPVGKIKR 関連書広告の、首都の一図 T、テレボブリ P、ペラムイシュリ Z、ズベニゴロド G、ガーリチ V、ウラジーミル・ボリンスキー1084年、ボルイーニ・コーヤ・ロポルクが、ガーリチ・ロスチスラフ家に敗れた後、ガーリチ・ロスチスラフ家門のバシリコが、テレボブリ公となった。バシリコは、中力経由牧民を用いて、テレボブリ広告の南東方面への植民政策を、 展開した。広告は、ポジーリャを、獲得、防衛したが、それは同時にガーリチの発展を促した。197年のリューベチ諸公会議により、テレボブリ広告は、バシリコの世襲領土となることが決まったが、同じ年に、バシリコは、テレボブリ広告を狙うボルイーニコをダビドに捕らえられ、目をえぐられた。続く千百年のビティチェフ諸公会議で、バシリコは、 テレボブリ広告の所有権を剥奪されることが決まったが、ガーリチロスチスラフ家はこの決定を承認しなかった。1124年のバシリコの死の後、テレボブリ広告をテレボブリとガーリチに分割して、バシリコの二人の子が領有した。1125年から翌年にかけて、バシリコの子たちは、キエフ大公ムスチスラフ一世と共に、ハンガリー王の支援を受けていた。 ズベニゴロドコウウラジーミルと対立していた、ペレムイシュリコウロスチスラフを援助した。1141年に、テレボブリコウイバンが死ぬと、ウラジーミルがこの地を統合し、新たな生態として、ガーリチ公国を創設した。テレボブリ公国は、ガーリチ公国の一部となった。13世紀初めの数年間、イジャスラフ・ウラジミロビチが、分領地の公家として、テレボブリコウクライについていた。 ありがとうございます。